中山香織です。ノーブラあかんでしたね。3連服2万2千円は美味しい、取りたかった、悔しい気を取り直して、この動画では園田競馬場で開催される園田 FC スプリントの3連単フォーメーション走ということで、1着固定に選んだのが2番のジョーロノです。高知競馬移籍後は2勝2着1回と連単を外していないという点と、スタートの速さが今回の開催量となりました。820m 戦となる今回はスタートがスムーズな馬が圧倒的に有利と言えるので、スタートが崩れにくいこの馬を1着固定に選びたいと思います。鞍上にも赤岡修司騎手が予定されており、なんと赤岡騎手の今年の副賞圏内率は吉村智弘騎手を上回る 49.4% となっており、さらに勝率は吉村智弘騎手よりも 10% 以上も上回る 36.2% という超絶好調な騎手が手綱を取るという点もプラスであると言えそうです。続いて2着3着に選んだのが3番のメープルシアター、11番ダノングッド、以上の2頭を選びました。最後3着固定に選んだのが4番ダノンジャスティス、8番メープルグレイト、12番パー、以上の3頭を追加した3連単フォーメーション8点で勝負したいと思います。私自身はね、短距離走るの苦手なんですよ。どうでもいいですけど、はい、YouTube では今週は赤レンガ記念とクイーンカップの予想を公開しております。平場予想は競馬カフェのサイト動画で配信をしておりますので、皆様からの会員登録とご来場をお待ちしております。中山香織でした。